次に進みます。お諮りいたします。報告第1号から第10号までの実験は日程を変更し即決したいが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって報告第1号から第10号までの実験は即決することに決定いたしました。報告第1号から第10号までの実験について一括質疑を行います。報告第7号について発言の通告がありますので発言を許します。9番金子克俊さん、9番議員。それでは、報告第7号平成29年度一般財団法人塩尻市振興公社の経営状況を説明する書類の提出について、質疑を行わさせていただきます。報告いただいた予算書の2ページ、29年度事業概要1、まちづくり関連事業括弧1、ウィングロード運営管理事業につきまして、今年度は空調の更新ということで、本来は全部回収できればいいんでしょうが、リースでというふうになっておりますが、ウィングロードビルを市が取得して以降ですね、現在に至っておりますが、今後の回収費用の見込みについて、現段階で、空調以外にどのようなものが、どのぐらいの時期、また財源等を含めて、現段階で分かるものを、今日お示しいただければなと思います。建設事業部長。ウィングロードビルの改修修繕につきましては、平成22年に市が伊東洋華堂の持ち分を取得した以降、建物の維持管理をウィングロード管理事業として塩尻市振興公社に委託をしております。施設はご案内のとおり約20年近く経過しております。取得時に実施した大規模なリニューアル工事とは別に設備等の長期修繕計画を立てて計画的に修繕工事を行っているところでございます。今後の改修費用につきましては議員ご案内のとおりの空調設備本年度約3億円を予定しております。10年の分割で新興公社に割賦負担金としてしたこととしております。このほかの、トイレの改修工事、汚水ポンプの交換工事、非常用の、放送設備の改修工事のほか、通常の消波修理などの修繕工事について本年度から5年間は毎年2000万円程度の修繕計画を立てて建物の適正な維持管理に進めているところでございます。議長。9番議員。はい、わかりました。またさらにその先どのぐらいかかるかも含めて早めに出していただければ財政上の措置もしやすいのかなと思いますので、きちんと早めに提示をお願いしたいと思います。それから、括弧2の市街化活性化事業について、それから、括弧さんの移住定住促進事業についてまとめてお聞きいたします。市街化活性化事業については、まず、空き家店舗及び空き家数の地域別の数字はどうなっているのか。で、それに対して市街化区域以外の空き家対策はどのように進めているのか。で、空き家対策事業が進んでいると。ということは、理解しておりますし、それなりの実績も出してきているかと思うんですが、これまでの、成果、と、今後の、目標というかですね、考え方、改めに点になりますが、お答えをいただきたいと思います。それから、各国さんの移住定住促進事業については、移住定住促進のイベントを行うというふうに書いてありますが、どのような、地域とかエリアとか人を対象にするとか、都会の皆さん、向けにやるのか県林の市町村なのか、その辺、対象を明確もしくは具体的に教えていただければなというふうに思います。というわけで4点、お願いいたします。各政策部長。それでは何点かについてお答えをいたします。まず空き店舗および空き家数の地域別の数字でございます。
まず空き店舗、地域別でございますが、大門地区に限って、答弁させていただきますが、32店舗が空き店舗ということでございます。それから空き家数につきましては、平成25年度に生活環境課で実施をした調査がありました。これをもとに、昨年度、この申告公社が配置しましたコーディネーターが精査をして、カウントしたところ、大門地区では空き家68戸、それから七条尻東地区が15、広岡地区が31、片岡地区が16、それから相賀が65、瀬場が52、奈良川が83、北尾野が64ということで、合計394件でございますけれども、一部は調整区域について、調査がまだ入っていないという状況でありますので、ご了承をいただきたいと思います。それから2番目の市街化区域以外の空き家対策の進め方でございますけれども、これは何回もこれまで答弁させていただいておりますが、個別に踏み込んだ対応が必要であるということでございまして、新興公社の空き家コーディネーターをまでも一度いたしまして、不動産業者で構成をいたします空き家利活用促進連絡会、こういった団体と連携をし、調査、アドバイス、仲介と利活用を促進していきたいというふうに考えております。それからその他区域につきましては、北野地区をはじめといたしまして、やはり地域と連携をいたしまして、利活用を促進していきたいということでございます。これまでの成果につきましては、平成28年度で新たに15件が空き家バンクに登録をされまして、このうち13件で賃貸や売却契約、これが成立をいたしました。1件を除きまして、すべて市外からの移住者でございまして、これはその目的に沿う成果が出ております。今後につきましても、引き続き地域の資産といたしまして、良好な居住環境の整備の促進をしていきたいというふうに考えております。それから、最後の移住定住促進イベントでございますけれども、これは新興公社のイベントという立場で説明をさせていただきますが、まず6月の24日でございますが、奈良井宿の古民家の空き家物件、この見学ツアーを実施するようでございます。現在、市外からの申し込み中心にいたしまして、8組、14人の申し込みがあるということでございます。それからまた8月ごろにはですね、平沢地区の、木曽平沢地区の空き家の利活用をテーマとした講演会を企画をしているということでございます。対象につきましては、本市のメインターゲットでございます、子育て世代、若者を対象に、こうしたイベントを実施していくという計画でございます。私からは以上でございます。九番議員。わかりました。空き家自体はどうしても増える傾向がある中で、コーディネーターを設置以来、13件ですか、実績が出ているということで、大変今までなかった動きだなということで、大変評価するところです。これについて今日ここで細かくは申し上げませんが、ぜひ今後ともしっかりやっていただきたいなというふうに思います。3回目ですので、まとめとして、新興公社5億円近いお金が年間で予算ございます。で、当然市役所ではなかなか行政の縛りがあってできない部分まで踏み込んでやっていただいているということで大変評価をする一方でですね、議会からなかなかチェックも難しいし、いいことをやってもこうやって聞くと、ああやってるんだと言いながら、やはり分かりにくい部分もあるということで、またですね、これ、議会がもしくは市民に向けてですね、より活動を実施、いわゆる目的と、それから実際にこれだけ成果が上がってきている部分については、できるだけ積極的に PR していただく、それによってまたいい循環が生まれるのかなというふうに思っていますし、また先ほどの牧野議員の質問ではありましたが、また職員の皆さんの適正化も含めてですね、いい組織であってほしいなということを申し上げながら、質疑を終わります。以上です。他に発言の通告はありませんが、よろしいでしょうか。
ないので、以上で各報告に対する質疑を終結いたします。討論を行います。ありませんか。ないので、討論を終結します。お諮りいたします。報告第1号から第10号までの10件については、議決案件ではありませんので、以上により報告を受けたこととして処理をいたします。